いつもありがとうございます。スピリチュアルカウンセラーのそらです。皆さんいつもいいね、スーパーサンクス、チャンネル登録でこの神様のお仕事のお手伝いの活動を支えてくれて本当にありがとう。皆さんの愛に応えるために僕も皆さんに愛を込めてメッセージをお届けするんで、どうぞ動画楽しんでみてください。今回は神様から自分の魂と会話をする方法、これを YouTube 見てくれてる皆さんに説明してあげてください。こうやってお願いされたんで、今回はね、自分自身の魂と会話をする方法、このお話をさせてもらうね。皆さんね、自分の中に答えを求めてる時、そんな時ってあるでしょ？なんか、ほんまにこれでいいんかなとか、自分って一体何がやりたかったんかなとか、答えを自分の中に見つけようとする時ってあるでしょう。これね、人に相談するももちろんいいと思うんやんか。ね。人に相談して何かこうヒントになるようなものをもらえたり、答えのようなものをもらえたり、ね。まあそれを参考にする。そういうのももちろんいいんやけれども、これね、自分自身のことは、自分自身の魂さんが一番よく知ってて、一番正しい答えを教えてくれるんやんか。だから、何か自分の中で答えが欲しいときは、自分の魂に聞いて欲しいんやんか。この方法を今から皆さんに紹介していくね。まずね、これね、手を使うんやんか。この丸い形を作って重ねるでしょ？ほんで、この器みたいなね、形を作ってほしいの。ね。ほんで、このね、手に質問をするんやんか。ほんならね、魂との会話をするときのこのね、手が入り口になるんやんか。これね、手ってね、めちゃめちゃすごいんやんか。一番有名なんやったら手当てがあるでしょ？手当てをして、エネルギーを流すエネルギーヒーリングあるでしょ？ね、ああいうことにも手って使うでしょ？魂と会話をする入り口もこれ手になるんやんか。んで、手に話しかけると魂さんからちゃんとね、お返事が返ってくるんやんか。んで、この話しかける時の、基本的なスタイルは、この目を閉じた状態でも、目を開けた状態でも、これね、どっちでもいいんやんか。細かい、ああしてください、こうしてくださいっていうね、決まりがないから、ね、あんまり決まり事をね、増やしていくと、なんかもう難しくなっていって、なんかもういいやってなってしまうでしょう。だから、こういうことってね、すごくシンプルなんやんか。シンプルな方が楽しんでやれるでしょ。だから、目を閉じてもいいし、目を開けた状態でもどっちでもいいんで、ね、これは、やっぱ目を開けてた方が、なんかこう、やっぱ話しかけやすい。ね。集中して話しかけやすい。目を閉じてた方が集中して話しかけやすい。ね。これみんなそれぞれ違うから、ね。これを決まり事を作ってしまうと、目を開けてる状態の方が集中できるのに、目を閉じてくださいって言われたら、なんかもう頭の中がね、なんかごちゃごちゃになっていくでしょ？ね、あ、気になる気になるって、あ、質問質問とかって言ってね。だからこれ辺はもう皆さんにお任せするんで。んで、手のひらに質問をするんやけれども、これね、声を出して言うのも、心の中で言うのも、これもね、どっちでもいいんやんか。これも皆さんにお任せするんでね。声を出して言った方が、なんかリアルな感じがして、すごく心を込めて質問することができる。そうやって思う方は声に出してくれたらいいし、ね。例えば、お家でやるときとか、まあ、ご家族がおって、聞かれたら恥ずかしい。ね。だから、そういう方は心の中で言ってくれたらいいから、ね。そういう状況に合わせて、ね。心の中で言ってくれてもいいし、これはもうどっちでもいいんで、これも皆さんにお任せするんでね。んで、この形が基本スタイルでしょ？ほんで、次ね、深呼吸をしてほしいの。まずね、心を落ち着かせるっていうこと、呼吸を整えるっていうことね、これね、最初にやってほしいんやんか。この手はこの状態ね、この状態のまま深呼吸をしてほしいの。この深呼吸の回数も皆さんにお任せするんで。
これも何回やってくださいっていう決まり事を作ってしまうとね、もう集中できないからね、あ、何回やったっけとか数も忘れてしまうしね、もうそれだけでほらもうなんかやる気なくなってしまうっていうケースだってあるしね、だから鼻から吸って口から吐く、これが深呼吸やね。これね、ワンセット、ワンセットでもう十分もう心が落ち着くって、そういう方もそれワンセットだけでいいからね、3セット5セット10セットね、そうやって何セットやるかっていうのはもう皆さんが自由に決めてくれたらいいからね、回数は皆さんの自由に自由で決めてね、んで心が落ち着くでしょう。ほんならね、ちょっとねこの手をね、手を感じてほしいんやんか。もう敏感な人やったらもうこの時点でもうこの手のね、上ら辺がね、こう、ポカポカ、ポカポカする方もいてるし、こう、ピリピリ、ピリ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 って、する方もいてるんやか。これ、敏感な方は、そういう風なことも感じるから、そんなのもね、ちょっとだけね、楽しんでほしいんやか。わ、来た来たって、ね。もちろん、何も感じないっていう方もいてるから、そういう方はね、別にこれ、スルーしてくれたらいいからね。ちょっと、ここは楽しんでみてくださいっていうだけのお話なんでね。んで、心が落ち着くでしょ。で、いよいよこう質問をしていくんやけれどもね、質問するでしょ。ほんなら魂からね、お返事がちゃんと返ってくるの。これは頭の中にね、例えば言葉で返ってくる、言葉がね響く、こういうお返事の返ってき方もあるし、文字で見せてくれるっていうね、こういうケースもあるんやんか。これはね、もう人それぞれ感じ方が違うから、声が響く、そういう方もいてるし、文字で感じる方もいてる。もちろん、その時その時のコンディションによって、声が響く時もあるし、文字で見える時もあるんやんか。ね。だから、こういう声とか、文字とか、そういう感じ方をするんで、それを感じたら、あれこれ、なんか勝手な、自分の勝手な想像かなとか、さっきちょっと動画見てたから、そのなんか動画の影響で、例えばその文字が見えたんかなとか、これね、やめてほしいんやんか。なんかそんな気がするって、これあるでしょ？なんかそんなこと言われた気がするんやんかとか、なんかその文字が見えた気がするんやんかって。このね、そんな気がする。このね、気がする。これがね、すっごく大切なの。そんな気がするって感じたら、もうそれがね、答え。それね、感じてるっていうことやから、ね。だからもう、素直に、そうやって、魂さんからお返事をいただけたって、ちゃんとね、胸に置いといてほしいんやんか。いや、これなんか勝手な想像かなって言って、せっかくもらったその答えを、弾かんといてほしいんやんか。ね。だから、そんな気がする。これがね、感じ方やから。ぜひ、そうやってお返事いただき、お返事をもらえたときは、どうぞその言葉を胸に置いて、んで、その言葉を人生の役に立ててほしいんやんか。ほんなら今よりもっと人生が光り輝く人生になっていくから、魂が教えてくれる答えやからね。こうこうこうだよって、ね、教えてくれる答えやからね。んで、話しかけるでしょう。でね、時々ね、お返事が返ってこない時があるんやか、もう待っても待っても何の言葉も響いてこないとか、もう全然文字が出てこないとか、そんな時もあるんやか。これは、例えば、魂さんが、今はこの答えは知らない方がいいですよ、とか、もうそもそもその答えは知るべきじゃないと思うよ、とか、魂さんがそうやって判断したら、お返事は返さないから。そんな時は、もうね、次の質問に移ってくれたらいいからね。んじゃあ今から、このね、基本的な質問があるんで、この質問をね、今から皆さんに紹介していくね。この基本的な質問っていうのが8個あるんやけれども、まず一つ目が、自分のことは好きですか？これ手のひらにね、言ってほしいんやんか。ほんならね、お返事が返ってくるから。好きだよとか、愛してるよとか、なんか最近のあなた、なんかイライラしてるからあんま好きじゃないかなとか、
答えくれるからね。ほんでそのもらった答えを自分の人生に生かしていったらええんやんかね。ほんで次の質問は、今の人生は楽しいですか。で次の質問は、不満なことはありますか。で不満なことがあるってお返事をもらえたら、次のこれ質問してほしいんやけれども、それは何ですか。こうやってね、質問を続けてほしいんやんか。で次の質問は、これまでの人生で何歳の時が一番楽しかったですか。次の質問は、これまでの人生で何をしていた時が一番楽しかったですか。その楽しかったことがあれば今もやってみたいと思いますか。で次の質問は、あなたは何をすれば癒されますか。次の質問は、何をすれば楽しいですか。次の質問は、今何をしたいですか。これがね、基本の質問なんやんか。まずね、このね、基本の質問をしてほしいので、もらった答えを自分の人生に生かしていったら、今よりもっと人生が光り輝く人生になって、今よりもっと楽しくなって、もっと楽な人生になっていくから、ぜひ自分の魂に聞いてあげてね。迷った時は魂に聞いて、ほんでこのね、質問が終わったら一応ね、自分の魂さんにお礼は言わないといけないから、話を聞いてくれてありがとうってね、これ皆さんの言葉でいいからね、好きなような言葉チョイスしてくれたらいいからね、話聞いてくれてありがとうってそうやってお礼言ってあげて、んでまたこうやって時々お話ししようねって、こういうね、次の約束もしてほしいんやんかね。ほんな魂さんは喜ぶからね。これがね、基本ね。ほんでこうやってね、これが基本であって、その他、あとはね、皆さんが聞きたいことね、これ聞いてみよう、あれ聞いてみようっていうのを、まあメモにね、残しておいたらいいと思うやんか。ほんである程度溜まったら、このね、器の手を作って話しかけたら、ちゃんとまたそれに対してもお返事ってくれるから、でお返事をいただいたその答えを人生に生かしていってくれたらいいからね。好きな質問、迷ってることとか、なんか今のこの辛い状況とか、何でもいいの、質問はね、その答えは魂が知ってるから、魂が導いてくれるからね。もう聞きたいこと、自分自身のことやったらね、聞きたいことは魂にぜひ聞いてあげてね。これが今回、神様が YouTube 見てくれてる皆さんにね、もうぜひこのね、魂の会話のやり方、これをもう紹介してあげてって、本当ね、神様は本当ね、心込めて言ってくれとったんやんか。もう本当これ知ってほしいってね。どうして自分自身が一番自分自身のこと分かってるのに、どうして自分に聞かないのって、どうしてそんなに迷ってるのってね。もっともっと自分のことを愛して、自分のことを信じてくださいってね。それが今回担当してくれた神様のね、素敵な思いなんで、どうぞ今回のお話参考になった、めっちゃ面白かった、そうやって言ってくれる方がもしいてるんやったら、今回のこのね、方法、魂と会話する方法を人生にどうぞ活かしてあげて、んで皆さんの大切な方ね、大切な方がいてるんやったらね、スピリチュアルが好きな方ね、スピリチュアルが好きな方で大切な方がいてるんやったら、こういうね、今回面白いお話聞かせてもらった、そうやって言ってくれる方は、お友達ね、その大切な方にぜひね、このお話シェアしてあげて、一緒に楽しんであげてほしいんやんかね。こうやって楽しむっていうこともね、自分の人生を今よりもっと光り輝く人生にしていく方法になるんで、どうぞお友達、大切な方と今回のお話楽しんでね。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんの素晴らしい未来をいつも応援しています。